じゃんじゃーんえー、今日はですね、楽天ステイ福岡役員からお送りしております。えー、なんと、皆さん知ってますか楽天ステイっていう、えー、事業、実は楽天さんやっててですね、あの、ほら、パンダちゃんが、僕楽天パンダ好きなんで、えー、なんとですね、楽天ステイ福岡役員っていうですね、 え浅草と、この福岡役員、この2店舗しか、この部屋ないんですけれどなんとですね、楽天パンダちゃんとですね、こう、パンダちゃんと子パンダちゃんですね、こちら2人とですね、一緒に泊まれるという部屋でですね、めっちゃ嬉しい、すごい、もう、なんかありとあらゆるところに楽天パンダがいて、素晴らしい部屋です。 全国にです、ね、もうなんか多分30店舗ぐらいですかね、えー、展開されていて割とこう、あのー、完全もうフルオートというかですね LINE、あのー、じゃないか見えるか来てでそこに書いてある暗証番号の鍵とかをやればですね完全に無人でここ泊まれるということで。 えー、料金もね、宿泊料金も、まあ、なんかマンションの一室みたいなとこなんですけど、えー、めちゃくちゃリーズナブルでですね、非常にあの、えー、泊まりやすいんだけども、この、パンダちゃんと一緒に泊まれるルームはですね、この、えー、役員と、えー、浅草にしかないということで、あの、ぜひですね、僕もなんか偶然発見しちゃったんですけど、楽天のことちょっと調べすぎですかね。 ということでですね、今日大人気楽天シリーズということで、スーパーポイントアッププログラムのですね、解約についてですね、悪くなっているということで、も今ネット上大騒ぎです。楽天経済圏また崩壊の除去かなんていうふうに言われておりますが、えー、まあ要はですね、楽天モバイルのですね、えー、契約をしてるとポイントが5倍になるとかですね、えー、そういうような施策なわけですけれども、 まあ楽天証券とか楽天銀行とかですね。えあと楽天のなんかプレミアムカードえーの保有者の人たちが、あの、ポイント5倍とかになってたのが、いきなりそれが、なんかなくなるとか1倍になるとかですね。もうだから、カードの保有者は、年会費を、もう不満だったら返金します。ぐらいな感じの勢いで、もうかなり、 スーパー、この SPU がはっきり言ってその楽天のですね、えー、ポイント、楽天経済圏のマジで肝だと、えー、思うんですけれども、えー、それのですね、えー、もうそれを完全にもう楽天モバイルになりふり構わず、えぇ、ー、ミキタニさん持ってっちゃったということでですね、あのー、まあ、一つは楽天モバイル以外のですね、そのプレミアムユーザーさん、 えー、が、めちゃくちゃ、えー、解約になってしまってると。まあ、だから、同じことが起きる可能性が高いということですよね。もう、楽天モバイル、やめたとかですね、楽天モバイルはもう、ユーザー十分獲得したから、ええわ、ってなった時に、楽天モバイルのユーザーさん、またポイント、減らされる可能性ありますよね、っていうことが、まず一つ。それともう一つはですね、ヘビーユーザーさんですね。えー、この解約のもう一つのポイントっていうのはですね、 えー、スーパーポイントアッププログラム SPU のですね、ポイント上限というのもですね、相当厳しくなった。5000ポイントが、7000ポイントが上限だったのが2000ポイントになったとかですね。まあ、あの、かなり複雑で、えー、サービスによってその受けられるポイントがですね、えー、もらえるポイントが違うんで、えー、一概には言えないんですけれども、まあ、楽天側の説明で言うと8割、ね、8割が、 えの人たちは、ポイントが実質的に増えると。まあ、逆に言うと2割のヘビーユーザーさん、えー、泣いてくださいっていうお話でございまして、えー、せっせとコツコツと楽天経済圏にですね、報いてきた、ああ、まあ、ヘビーユーザーさんは、あっさり楽天モバイルのために切り捨てられたという、まあ、逆に言うとね、悪く言うとそういうことになります。まあ、逆に言うとそれぐらい、肝入りで、 楽天モバイルのユーザーを増やすのに薬器であるっていうのが一つ、えー。それぐらいやらないとですね、もう無理だというのが一つ、えー。もうとにかく楽天経済圏の切り札をですね、今回使いましたということが一つですね。あとですね、えー、これは KDDI の社長さんがおっしゃられてたと思うんですけれども、えー、2000、 24年中にはもうプラチナバンドを使えるようにすると、いやいや、今回割り当てられたですね、えー、上り下り3メガヘルツずつしかない、あの、すごい狭い帯域なんですけど、プラチナ,ラチナバンドをゲットできましたよね。このゲットしたやつがですね、来年度中にできるかっていうと、それはなかなか難しくて25年度になっちゃうんじゃないかということで、 まあ、せっかくもらったプラチナバンドが使えるようになるのもですね、1年以上先、まあ2年先くらいなんじゃないかというふうに、まあ逆に言うとだから KDDI はですね、2年間はあの、驚愕のローミング費用をですね、楽天から売り上げられるということをですね、えーまあ、KDDI の社長が話してたということでかなり信憑性が高いお話なんじゃないかなと思います。まあ、とにもかくにもですね、えー 楽天はこれから SPU、楽天経済圏の総力をかけてですね、楽天モバイルを取りに行くという決意が伝わってまいりました。ということで、いってらっしゃい。今日はですね、楽天パンダちゃんと一緒に、えー、首相のですね、給料が30万円ぐらいですかね、上がった件についてお話をしたいと思ってるんですけれども、まあこれに対して庶民は苦しい生活をしてるのにですね、なんで首相だけこんな給料上がってんだと。 閣僚も上がってんだと、ふざけんなこら、みたいに言ってるバカがいっぱいいるんで、えー、ちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まずですね、えー、内閣総理大臣、いわゆる首相はですね、えー、行政府の長なんですね、えー。三権分立皆さん習いましたかね。えー、立法行政司法とね、えー、それぞれだ、体ですね、そこの長ですね。例えば、えー、司法の長はですね、最高裁判所長官だったりとかするし、 えー、立法の多さはですね、えー、衆議院議長とかですね、参議院議長だったりするわけですけれども、えー、その行政府の多さはですね、内閣総理大臣。大体この、えー、三権分立の多さは皆さん大体給与、給与水準同じです、えー。国の機関なので、国の機関はですね、すべてこう、えー、長官のですね、えー、給料がベースになってですね、 え、定められております。今回はどうやらその自衛官の給与を上げる。え、これが主目的だったらしくてですね。自衛官も国家公務員なので、しかも行政府に属します。え、そのおさ、一番、え、位が高い人たちはの内閣総理大臣。もちろん自衛隊の指揮権を持ってるのも内閣総理大臣ということで、えー、まあ要は下っ端の給与を上げるってことはですね、トップの給与も上げるってことがですね、 まあなんか給与テーブルが多分あるんだと思うんですけれども、あのね、その給与を変えるってのはそんな簡単なことじゃないんですよね。え、要は、あの、まあ、まあ法律というか法に則っ,ってですね、そういったものっていうのはやらなければいけないので、あの、今実はだから内閣総理大臣もですね、え、給与を一部返上してるんですけれども、えー、そういうのとは別にですね、 えー、給与テーブルみたいなものってのはどこの会社もあると思うんですよ。モデル給与的なものですけれども。えー、なのでですね、えー、まあ、あともう一つはですね、組織に属してないやつがガーガー言ってんだけれども、別にそのトップの給与はですね、えっ、ー、とですね、下っ端の給与をね、全然連動しなくてもいいじゃねえかとか言うんだけど、組織ってのはそういうもんじゃないんですよ。やっぱり、その、ね、下の人たちの給与を上げようと思った上の人の給与もですね、上げていかないとですね、 まあ逆に言うと、その出世をする出世をしてもですね、給与下がる。そのモチベーション上がらないですよね。いや、金で動くようなやつがですね、官僚になってほしくねえとか、バカなこと言ってる奴はいるんだけれども、同じ給与じゃなくてです。例えば外資系のじゃあ金融機関に行ったら1億もらえるっていうのがですね、官僚になったらですね、一番トップになっても3000万しかもら,もらえねえとかってなったら、誰がなるんだって話ですよ。その、ほとんどね、 1.2倍とか1.3倍とかって話をしてるんじゃないんですよ。もう5倍、10倍の話をしてるんですよね。ただ優秀な人だって、それはね、1000万しかもらえないのと1億もらえるのだったらどう考えたって1億いくでしょ。ね。だから、あの前ね、年金機構のですね、あのー、ええー、まあ、実質的な運用のトップやってた人、年金運用、 ファンドのですね、えー、トップやってた水野さんっていう人聞いたんだけど、まあ、彼もだから、もう、億円プレイヤーですよ。数億円とか多分もらってるプレイヤーなんだけど、もう要は、その年金の運用者になった途端にですね、千万単位に落ちるんですよ、金、あの、給与が。それなのに、もう、ボロカスに運用でですね、市販機でマイナスが出ただけでですね、ボロカスに叩かれるわけですよ。俺なんでこんなに叩かれるんだろうな、本当やってらんないよって、 もうこうやって、あの、愚痴を、愚痴を言ってる、言,言わないとやってらんねえよ、みたいな話をされてましたけれども、本当あの、優秀な人がですね、そういう民間から、えー、官僚になってくれてるっていうケース、たまにありますけど、これ本当にボランティア精神ですからね。えー、というわけでですね、あの、給与っていうのは、あの、組織っていうのはそういうものだし、トップが一番高くなければいけないし、 えー、下っ端の給与を上げようと思ったら、まあ、ベースアップっていうの考え方あるんですけれども、やっぱ全体の給与を上げていかないといけないということでございました。えー、あとですね、給与をある程度上げないとですね、こう、まあ、現役官僚の人たちが甘くりとかしたりするじゃないですか。なんでかって、給与があ,っぱあんまりもらえてないっつもあるんですよ。ね。だから、引退した後に、えー、贅沢をしたいとかですね、ある程度稼ぎたいと。 現金の時はあまりもらえなかったけれどもですね、引退した後いい思いがしたいということで甘くりをしたりとかするわけですね。えー、それもあってですね、ちゃんとした優秀な人には給料をたくさんあげましょうと。えー、岸田は何もやってねえじゃねえかとか、ゴロ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 言うやついますけれども、別に岸田さんに限った話はないんですね、この話はね。はい。ということで、えー、今日はですね、首相の給料アップに、まあ、 アホが文句ばっかり言ってる件、それについて解説をお送りしました。いってらっしゃい。ハロー YouTube! 今日はですね、えー、新宿歌舞伎町で起きたあホストカッターナイフでめった刺し事件、えー。これについてですね、えー、私なりの解釈を、えー、していきたいなと思っております、まあ。なかなかね、カオスな事件だったっぽくてですね、えー、後ほどね、 あの、事件の一第一歩からですね。まあ、その、えー、刺された男をですね、えー、助けた人、えー、女からね、女を引き剥がして、えー、その後手当てをしたりとかですね、えー、した人たち、何人かいらっしゃったみたいですけれども、その人たちが、周りでこう、周りにいた矢馬が、百、え、十、ー、119番もやんないし、AED も持ってこねえみたいな、なん、なんて奴らだこいつらみたいな、 えー、罵倒していたりとかですね。その後その刺された男がですね。えー、家帰ってネット配信してたとかですね。もう、そのホスト、ホスト専用みたいなライブ、ライブ配信アプリがあるんですよね。えー、それでライブ配信してたとかですね。えー、もう本当にね、あの、カオスでしかないんですけれども、本当、あの、頂き女子リリちゃんじゃないですけどです、あの辺からもなんか、本当世の中カオスになってきたなって思って、 一見そういうふうに見えるんですけど、別にそのホストに、あの、騙されてというか、お金をですね、むしり取られて、風俗に落ちたりとか、ソープに落ちたりした女性なんていうのはね、もう、大昔からいるんですよね。でたまたま、歌舞伎町にね、えー、友達に連れてこられてホストに行ったらですね、別に私、ホストなんかにはまるわけないと思ってたのが、 めちゃくちゃ優しくされて、あ、この人ガチ恋してるかも、みたいな、なんなわけないんですけど、えー、そうそうやってハマっていってですね、最終的に気づいたら、あれ私、ソープで働いてた、みたいな感じに、えー、なっている、いらっしゃる方々、たくさん、あの、いらっしゃいました。昔からね。ただ、それが、あの、まあ、ネットを、まあ、SNS の登場によってですね、可視化されてき、えー、たこと。まあ、これが一つ。あとですね、えーまあ、そういった、あの、 まあ、ホストとかのサービス、まあ、そこにこうアクセスする、アクセスしやすくなったっていうところもあると思いますし、あと、まあ、その、ね、あの、2チャンネル的なですね、ええー、まあ、あの、ホストの掲示板みたいなのあったりとかして、そこで情報共有がなされてきたりとか、まあ、そういった背景もあったりしますと。でまあ、いただき女子、 だったらですね、これ明らかに犯罪収益だろうみたいな。20代の女子が、なん、なんかね、2億円とか3億円使ったんでしょそんな使えるわけないじゃんみたいな話なんだけれども、えー、まあその辺も含めてですね、取締まりやんないのかと。まあそういうふうなお話もあったりします。まあ、明らかにね、犯罪収益って分かっていて、お金をいただくのは違法なんでしょうけれども、まあね、中にはね、あの、 フランチャイズチャンネルの林社長みたいにですね、酔い越しの金は持たねえみたいな。本当にあの人なんか毎月1ヶ月の利益全部使っちゃうらしいですね。<laughs> すげえなと思って。なんか、うん、あの、プロの太客みたいに呼ばれていたりとかするらしいですね。えー、ということで、その、まあ、世の中に本当にね、謎にお金を儲けをしていて、プロの太客みたいな人ってのは実際いるんですよね。 なので、あの、一概にね、この人がお金持ってるのはおかしい。なんか、例えば親の遺産を相続したんじゃねえかとかですね、そういった推測も成り立つわけですけれども、まあ、だき女子みたいな人もいたりとかしてですね、その、まあ、なかなかその辺は難しいと。で、もう一つはですね、こう、いわゆる境界知能、情報弱者だったり、境界知能みたいな人たち、まあ、境界知能の話は何度もこのチャンネルでしておりますが、 そうですね。15%から20%ぐらいは、境界知能って言われるですね。やっぱ、ちょっと頭が弱い人ってのはいて。で、頭の弱い人っていうのは、例えば、オレオレ詐欺の、まあ、古くはね、あの、そういった、あの、詐欺商法のですね、足し子をやったりとかですね。まあ、下っ端で働かされていて、えー、気づいたら犯罪に加担していて、いつの間にか刑務所にいましたみたいな。僕もあの、同じ部屋にですね、いました。まあ、そいつは、 あれでしたね。なんか、刑務所でもいじめられてたんですけど、なんだっけ、あの、なん、なんと、窃盗っていうか、大型窃盗みたいな、なんか、えー、田舎のなんかイオンモールの駐車場とかにある ATM マシーンのなんか箱みたいなあるじゃないですか。あれごと重機でぶっこ抜いていくみたいな、えー、まあ、強盗団ですかね。の、あの、見張り役とかをやってたらしいんですけど、 そいつは面白くて、ディズニーランドに行く金が欲しさに、まあディズニーマニアだったんですけど、ディズニーランドに行くお金が欲しくて、で、その、強、え、盗、ー、団のですね、手先をしてて、それで捕まっちゃったってアホなんですけど、でもやっぱちょっと情弱っぽいんだよな、情弱ってかちょっと境界まではいかないんだけれども、やっぱりそこの、そこの辺の判断がですね、できないんですよね。だから、 まあただ、ホストとか、自分たちはハマらないっていうふうに思ってるかもしれないけど、そんなことはどうやらないらしくて、まあ、いろんなね、東京貧困女子とかって漫画とかですね、あの、いろいろあったりするんですけど、まあ、そうですね、あの、された側のブルーとかですね、そういう漫画あったりするんですけども、そういったところにそのホストにハマった女子の悲惨な末路みたいな話とか、まあ、出てくるわけですよ。で、 まあ僕みんなこんなこと知ってるのかなと思ったら意外と知らない人多いんですよね。特にその行政の偉い人とか多分知らなくてですね。でも、じゃあこれどうやって取り締まるのっていう話もあるわけじゃないですか。その、まあ青年女子が、未成年はまあもちろんダメだと、ダメというかそれは取り締まりはあると思うんですけれども、青年女子が自分の意思で自分でホストにはまって、 えー、お金が足りなくなったんで、風俗で働くとか、パパ活で、えー、お金をもらうとかですね、そういったことを、まあ、それ、ね、規制しようなかなかないよねっていう、あの、まあ、結局、その、じゃあ女子にお金を、その、えー、供給してるのはですね、持てない、えー、ひもておじさん、まあ、ひもておじって言われる、えー、人たちだと思うんですけれども、その、 ま、ひもてのおじもね、たまにあの、あの会社の金にあの手をつけたりとかするバカも出てくるんですけど、じゃあその人たちが、その、いただき女子たちにですね、貢ぐことを、これをですね、規制するのもなかなか難しいんですよね。あの、日本って、売春防止法って法律があって、 まあ実はですね、昭和30年代前半まではですね、日本は売春、あの、合法でした。赤線地帯っていうのはまあ、今の吉原とかですね、赤線地帯って言われてたし、あと青線地帯っていうのもあったりとかして、えー、その中で、その、まあ、売春をすること自体はですね、当時は合法だったんですけれども、あ売春防止法っていうのが成立して、えー、売買収は違法になりました。が、 えー、これ処罰されるのはですね、基本的には管理売春といって、その売春を取り締まるが、あの、あ売春を取り仕切ってるその組織側が、えー、まあ、特にその暴力団とか反社会的組織によって運営されてたりとかすることが多かったので、えー、そういった人たちへのですね、資金源を止めるという意味で、えー、売春防止法っていうのは施行された経緯があります。だってこれ、えー、売買春そのものは違法なんですが、えー、罰則がないんですよね。 だ売春シ春、えー、した、両、両者に対して、罰則はないんですよ。で、これ、罰則をなしにしている理由っていうのは非常に明確で、えー、これ、これ、罰則ありにしちゃうとですね、例えば、チワ喧嘩をしたカップルとかが、まあ、一方的に女、女性がですね、あの、私はお金をもらって、セックスをしてた、これは売春だ、みたいな感じで、相手が例えば、社会的地位が高い人とかだったら、 いや、こんな違法行為をして、とんでもねえ奴だ、みたいな感じで、まあ、そもそもその、表沙汰にする前に、揺すったりするネタにされるじゃないですか。えー、なので、とりあえず、違法ではあるけれども、罰則はないと、えー、いうような形に、まあ、してるんですよね。なので、だから、例えば、パパ活とかも、結局、その、お金をね、その、セックスの対価としてお金を払ってたとしても、まあ、それは、もうい、 ね、あの、個人対個人の売買集なので、違法ではあるんだけ,だけれども、その、罰則はないので、あの、罰金刑とかね、あの、捕まったり、逮捕されたりとか、そういったことはないんですよね。まあ、なので、その、ホストの色声営業にしてもですね、おじが、その、パパ活で、その、女子に貢ぐことにしてもですね、まあ、なかなかこれはですね、あの、取り締まるっていうのはなかなか難しいのかなと。 ういうふうに思います。まあ、いただき女子リリちゃんみたいなですね、明白に男騙してですね、お金を、あの、むしり取ってた場合はダメですけども、普通に、えー、引っ張って引っ張って色恋営業してる、まあ、ホストもそうだし、まあ、ホストは大体やってるみたいですけど、女子は結構やらずにですね、えー、ずっとこう、引っ張るっていうのが、あの、お金を儲ける、その、パパ活女子みたいな人たちの、あの、うん まあ、典型例でございます。まあ、しかもパパ活とかもそうだし、まあ、最近のだから推し活的な、えー、ライブ配信とかも含めてですけれども、これあの、シェアリングエコノミーなんですよね。で、シェアリングエコノミーで、あのー、まあ、要はこれまで、例えばパパだったら大体一人だったわけだし、えー、愛人も大体一人だったわけですけど、これが、あの、まあ、複数人で複数人をシェアする、シェアリングエコノミーになった、オープンになったってことなんですよね。 だからさらにこういった現象っていうのはあの加速していってこういう事件っていうのはまだまだ出てくるんじゃないかなというふうに予測しております。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃいハロー YouTube! 今日はですね、えー、楽天証券ホールディングスがですね、水穂、えー、ファイナンシャルグループ、えー、おそらく水ほ証券だと思いますけれどもこちらの方がですね、えー、楽天証券ホールディングスの株をですね、 えー、約900億円で、えー、さらに追加取得をしてですね、えー、50%弱をですね、えー、持つようになるというリリースというかですね、発表はなされたので、こちらについて解説をしたいと思っております。えー、ということでですね、えー、まあ、どういうことかと言いますと、すでにですね、800億円で約20%の楽天証券ホールディングスの株を、えー、水を ファイナンシャルグループは参加の水野証券を通じてですね、取得をしております。えーに、つ、すでに20%の株主なわけですけれども、今回もですね、えー、楽天証券オールディングスの親会社の楽天からですね、えー約まあ29%ぐらいですかね、えー、をですね、追加取得をすると。それの対価が800億円ということで、えー、あ、900億円ということでですね、まあ、大体ですね、えー、 3000億円ぐらいのバリューエーションになっているのかなと前回がですね800億円、えー、で20%なので8越しずで4000億円ぐらいなので今回ですね明らかに前回のみずほの株式取得、えー、に比べてですね大幅なダウンラウンドになっているまあつまり安い株価で えー、買い付けをしてるという形になります。えー、前回ですね、私が楽天のあ、楽天がとんでもないことになってますっていうタイトルの動画でですね、解説した通り、えー、水ほはおそらくですね、難品買いをするだろうとで。これ、なんでこんなことになったかっていうと、SBI 証券、えーまあ、楽天の最大のライバルですね、SBI 証券が 国内のですね、株式取引手数料を0%にするということ、0円にするということでですね、えー、もうすでにですね、海外ではロビンフットとかですね、そういったネット証券ブローカーは取引手数料0円、普通株に関しては、普通株の現物取引に関してはですね、えー、まあ0円にする、0%にするっていうような流れがすでにできている中でですね、 えー、そういった動きがですね、日本でも出てくることはですね、容易に想像できたわけですけれども、この時期ですね、いつにするかみたいなお話はですね、えー、まあ考えられておりました。えー、これまでですね、えー、まあ、まあ、SBI が、あの、まあいつかっていうのはですね、わ、えー、からなかったんですけど、手数料0円っていうのをね、検討してるということを分かっておりましたけれども、まあ、 本当にエグいタイミングで持ってきたなっていうふうに思いました、えー。楽天証券ホールディングスは当初、えー、に上場申請をして、えー、まあこれ何のためにやってるかっていうと、楽天モバイルの赤字補填、そして、えー、来年に迫る2024年にね、迫ってくる4000億円を超える社債の償還、それの資金をですね、グループの、えーまあ、キャッシュ買うであるですね、楽天、えー、証券だったり、楽天銀行の上場によって賄、まあ、うと。 いうのは、まあ、規定路線ではあったんですけれども、もっと高い株価で、ええー、まあ、特定の株主に、えー、まあ、主導権を握られないような形で、えー、上場という形でですね、資金調達をしようと思ってたのが、えー、目論くみが外れる結果になってきたと。まあ、北尾さんもえぐいなと <laughs>、思いますけれども。まあ、あともう一つは、新ニーサーっていうのがですね、始まるタイミングでございまして、その新ニーサーに合わせるこれもね、新ニーサーの解説動画、 sbi 証券の広告案件でございますが、ぜひ見てほしいんですけど、100万回、100万再生を超えております。僕、ニーサって1500万円までしか使えないん。 で、まあ、要はその、それ、それのさらに20%の課税に関して、それが0円になるって話なんで、せいぜい300万円ぐらいしかメリットないんで、はっきり言って全然調べてなかったんですけど、調べれば調べるほど、あなるほどなと、ここで手数料0円を持ってきたのはどういうことかっていうと、これ、NISA の口座ってのはもう、じゃあ SBI で作ったら、ずっと SBI なんですよね。だから、楽天で作ったら全部楽天なんですよ。だからもうこれはね、 これで手数料0円に追随しなかったら、新人差全部 SBI に持ってかれるわけです。そしたら、長期的に見ると、楽天証券ホールディングスはですね、かなり厳しくなると。では、まあ、その楽天証券そのものが、じゃあこれ手数料0円にしたから赤字になるかっていうと、全然そんなことはなくて、単体としてはずっとそのキャッシュフローはも,もちろん回るし、将来利益はですね、むしろプラスになるんで、えー、企業価値は最終的に上がっていくだろうと。 いうふうに目論まれていたんですが、これ一番痛いのは上場申請の途中だったってことなんですよね。上場申請の途中だったから、楽天はすごいダメージを受けたわけです。あの、上場申請、僕も IPO、あの、経験したことあるんでわかりますけど、もう、普通株式現物の手数料がゼロ円になるってことは、もう要は、 40十億円。下手すると百億を超えるような、あの、利益の、もう、消えて飛んじゃうわけですよね。だから、当然、その、上場する際に、その上場の目論見書と作るんですけれども、目論見書に記載されてる将来利益予測が、もう、大幅に変わるわけですよね。だから、申請し直しみたいな形になってしまうんですね。で、楽天証券の、多分、決算期って12月だったと思うんですけど、期をまたぐと、またさらにめんどくさくなるんですよね。 でももうこの時期で上場延期っていう話になったので、えー、おそらく来年3月以降に上場は釣れるんじゃないかなというふうに思っていて、そうなってくると2024年の楽天の、楽天グループのですね、社債の償還のスケジュールが、まあ、やっぱこれ1000億規模なんで、これはかなり当てにしてたと思うんですけど、まあ、それがなかなか難しくなったということで、も水穂に泣きを入れたと。 いうことになると思いますし、みずほは泣きが入るのを、まあ、腰た々んたんと狙っていたと。で、要は、みずほは楽天にものすごい貸し付け金をしているので、まあ、実際、今回あ、前回のですね、楽天グループの増資ですね、公、え、募、ー、増資とサイバーエージェントと東急不動産かな、えー、があ、増資を受け入れたんですけれども、その時実は三木谷さんは個人的に資金調達をして、えー、株を買おうというふうに目論んでいて、その、まあ、 投資家ですね。えー、OK ももらってたんですけど、水穂から NG が出たっていう話があって、え、そ、その、その二人から、と、お金を借りるんだったら、水穂は、あの、資金を引き上げますって言われたっていう噂がありますけれども、えー、まあ、結構信頼ができる筋からの情報なんで、かなり信憑性高いんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、えー、それぐらいまあ水穂にガッチリ握られてるんですね。 まあ、あの、今の水穂の東取さんは、あの、例の、えー、ちょっと退任された官房副長官だった木原誠治さんのお兄さんなんですよね。えー、なので、すごく、その、三木谷さんとも、まあ、関係が深い方が、今、東取をやられてるということで、まあ、そういったところの人間関係ももちろんあると思うんですけども、まあ、とにかく、えー、楽天は水穂に首根っこを抑えられていて、 水穂からの融資。で、水穂側も水穂側でもちろん楽天に飛ばれたら困るんで、楽天が飛ばない程度に、水穂にとっていい、こう、ディールをしたいということで、今回は、もう、その、ドル箱である、水穂証券が頑張って、背伸びをしても、逆立ちしてもできないようなオンライン証券での、まあ、業界ナンバー2という地位。まあ、これからネット証券もっともっと、あの、伸びてくると思いますけれども、 この伸びてくるネット証券を、まあ実質的に自分の手中に収められるということで、まあじゃあ何品買いするかと、えー、ダウンラウンドになっておりますがと、平均取得価格は下がりますし、えー、いいリールなんじゃないでしょうかと。で、これ多分上場するとさらに公募増資をすることになると思うんですけど、公募増資をすると楽天が、 50%、えー、もちろん切ると思うんで、まあ、実質試合基準とかなんかそういう、うん、ま、いろいろあるんだけれども、まあ、みず穂も持ってますからね。49%ですか、今回の取得で。なので、まあ、これ多分楽天連結から外れんじゃねえかなと。えー、なので、金融部門のその利益の吸い上げっていうのがなかなか難しくなっていくんじゃないかなということで、でこれね、まあ、楽天銀行は幸いなことにね、手数料ゼレン競争とかあんま関係ないんで、 えー、いいんですけれども、ええー、まあ、このままだと、もうすでにね、1000億円ぐらいを見込んでいたのが200億目減りしてるっていう状況なので、えー、さらにこう、で、水穂は楽天を生かさず殺さず、まあ、下手するとどこかでモバイル事業を売るなり、なんか、減損するなり、なんかそういうイベントがあった時はまたうまいことやろうと思ってるような気もしますし、ええー、ま、水穂にとってはどっちに転んでも儲かるっていう話だし、 ま、ミキナイさんは多分一番痛かったかなと。で、まあ、今回のその、まあ、上場延期、みずほの、あ、ごめんさえっ、ー、と、楽天証券の上場延期を受けて、おそらく、えー、次は楽天クレジットを売るか売らないかと。えー、そういったあ難しい決断を迫られることになるんじゃないかなと思っております。えー、ということで、大人気楽天シリーズでございました。いってらっしゃいハロー YouTube! えー、今日はですね、えー まあ、X ッ a スジャパンのベーシストだったですね、ヒースさんがですね、大腸がんで亡くなられたというニュースが、あまあ、出まして、謹んで、えー、ご冥福をお祈りいたします。ヒースさんのシーン、大腸がんということで、もうすでにですね、大腸がん、なんか体調不良で病院を受診して検査をしたら、もう本当にステージ3を超えてるような大腸がんだったということで、 え、もうすでに複数箇所に転移をしていて、えー、手の施しようがない状態だったそうです。まあ、その後すぐに体調が悪くなってですね、多分腹膜とかにですね、もう腹膜発腫に近いような状態だったんじゃないかなというふうに推察されます。えー、この大腸がんなんですけれども、まあ、数少ない えー、防げるがん、えー、というふうに言われております。まあもちろん防げないタイプの大腸がんもあるんですけれども、それはごく少数で、ほとんどのがんはです、あの大腸がんはですね、あのポリープという、いわゆるその大腸の,あの粘膜のところにできる、まあイボのようなものですね、えー。こちらが成長して、そこにがんができるというふうに言われております。えー、このがん、 えなので、まあ、ポリープの段階いわゆる前がん状態がんの前の状態でですね切除してしまえばがん化することはないわけですねでまあこれがですね、えーまあ、世界的に、えーまあ、エビデンスとして認められて多くの国で大腸がん検診いわゆる大腸内視鏡検査がですね強く推奨されるような状況になっております。 えー、その結果としてアメリカでは大腸がん、えー、減少しております、えー、それはですねアメリカ民間保険会社に加入してる人が多くて、えー、保険会社からすると大腸がんになってですね、あのー、高いその医療費をですね保険会社が払わされるよりもですね 予防をして、えー、大腸がんならない方がいいに決まってるんで、大腸がん検診をやったら保険料が安くなるとか、タダでできるとかですね、いろんな優遇策をやってですね、大腸がん検診の数を増やしたら、大腸がんが目に見えて減っていったと。えー、お隣の韓国なんかも国民皆保険ではありますが、同じようなことをやって、大腸がん大きく減少しております。 日本はですね、えー、欧米型の食生活になったから大腸がが増えたんだなんていうね、えー、まあそういった言説でですね、えー、大腸が増えても仕方がないみたいなことを食生活を変えようなんてアホなこと言ってますけれども,もうそれ以前に大腸がん検診やれよって話なんですよね。でまずその大腸内視鏡が怖いんだったらまず便潜血検査っていうのをやりましょう。便鮮血検査っていうのは、 便、えー、の中に大便の中にですね目に見えないぐらいの出血があっても検出できるそういう仕組みですいわゆる顕便ですね、えー、これで陽性になったら痔、まあの可能性もありますけれども基本的には腸管からのけ、えー、出血しか検出しませんのであのー、まあでなかった場合腸のどこかで出血をしてるとそれはポリープの可能性が高いということで大腸の内視鏡検査に進みます、まあ、いわゆる大腸 カメラですね、えー、こちらの方ですね、ケツの穴から入れますが、えー、痛くないです、えー。これですね、鎮静剤っていうのを打ってやれば、あの本当に意識朦朧とした中でですね、むしろ気持ちがいい、えー、その間にいつの間にか終わってるとで。僕も今まで2回受けたことありますけれども、全然痛くなかったです。あの鎮静剤入りがめちゃくちゃおすすめです。ベッドに横に横なってて、えー、そして、えー まあ、その鎮静剤を打ってもらってです、ね、点滴してもらってで、えー、いつの間にか終わってますその後の別に運行、うん、する時も大してあの特に問題はございません、えー、むしろきついのはその前の、えー、と下剤を飲む時なんですけれどもこの下剤もですね数年前に比べるとですね、えー、必要な容量も減っておりますし本当にあに23時間ぐらいでですね、えー、便の排出終わりますので えー、そこは特に問題がないので、ぜひですねあの、大腸内視鏡検査、いきなりそれがやりたくない人は、検便をやってください。そうすると、便栓血検査、まあまあ、陰性だったら、まあ、受けなくてもいいですけれども、陽性だったらぜひ受けてください。 あのそれだけでもですね、もう50代、まあ本当50代近くですね、アラフィフですね、になったらぜひ受けてください。僕はあの実際受けてですね、2回ともポリープありませんでしたので、も、ま、う、あ、3年から5年来なくてもいいよっていうふうに医者には言われたんですけれども、はい、ということでまた何年か後に僕も大腸内視鏡検査受けますけれども、はい、で、これ、 万が一、そこでポリープが見つかった、あるいはんが見つかったとしてもですね、例えば、小さなポリープ、あるいは小さな大腸がんだったとするとも、その場で、大腸内視鏡の先についているハサミであ、レーザーメスですかね。今は、ごめんなさい。ハサミじゃなくてレーザーメスですね。えー、メスでね、取れ,取れますので、えー、全然痛みも感じません。その後ですね、1週間お酒を飲むなとか言われますけれども、 えー、それぐらいな感じで、えー、簡単に終わりますこれはまあ、でっかくなってくるとですね腹腔鏡手術だったりとかですね、えー、そういったちょっと、まあ、難しいというかリスクのある手術になってしまいますのでそうなる前に、えー、切除できたらあいいと思います。えー、ということでで肥臭さんのような形に、ね、ならないようにするためにもですねこういった悲劇がですね繰り返さないようにするためにも予防できるがん大腸がん。 えー、検査をぜひしてください。ハロー YouTube! えー、今日はですね、えー、デザインフェスタというですね、フェスでですね、えー、目黒区ですかね、えー、中根、あ世田谷区なのかな。えー、ハニーハニキスというお店がですね、砂糖半分、そして保存料無添加みたいな感じの大い文句で、えー、スイーツを作ってるんですが、そこが作ったマフィンがですね、 それを購入した方々から、えー、中に入っていたあマフィンの栗、映画でからなんか糸を引いているとかですね、変な匂いがするとか、えー、食べたらなんか当たっちゃったみたいな、えー、食中毒になっちゃったみたいなお話とかがたくさん出て、今、えー、大炎上してる、えー、件について解説をしたいと思います。えー、まあ、まあ、なんか俺、そのインスタとか今見たんだけど、なんか恐ろしいなと思って、あの、 保存料無添加で、砂糖半分で、お子様にも安心してお召し上がりいただけます、みたいな。もう逆やん、みたいな話で、もうほんとこのね、オーガニック思考、ナチュール思考、もうほんと行くところまで行っちゃったね。反枠とか賛成党とか、もうね、やばいあいつらマジやべえ本当に。<laughs> 怖い え、これまで人類が、その、人間たちがですね、こう、積み上げてきた、こう、知見とかですね、知識、こういった知恵がですね、この、なんか、やばい奴らに、あの、全部、その、台無しにされてるっていうのが、もう本当いや、マジでちょっと怒りを覚えるね、俺は。何のために保存量があるんだと。 で、スイーツって、その、砂糖をたくさん入れることによって日持ちがしたりとかするんで、それを半分にするとか、アホか本当に。<laughs> なんか、もう食品添加物に対しての、もうす、怖がり方が半端ない。あのね、昭和30年代とか20年代とかだったら別だけど、まだ人間の知識が追いついてなかったんで、 だけど、やばい食品添加物と、そのむしろその人間の役に立つ食品添加物ってもう、選別大体終わってんだよね。うん。あの、いろんなその悲惨な事件を、えー、経てきて、公害事件だったりとかですね、薬害事件だったりとか、いろんなものを経てきて、我々はどんどん学んで、えー、食品添加物にしても、ワクチンにしても、あのー、ね、 健康被害とかがないような形にどんどんなってきてるのに、あの、こういった、その食品添加物を使わないことが安心なんだ、みたいに、逆じゃん食中毒と、これだって子供がこのマフィン食って、食中毒になった。下手すると死ぬよマジで。いや、僕だから、これなんか X 見てたらですね、うん、浜一中、えー、浜松のなんか、昔の旧制中学ですかね。 で、44人も死んだ食中毒事件、大福餅ち事件っていうんですけれども、のお話が出てきて、これはあの、それをまあ作った製造したお菓子屋さんが、えー、めちゃくちゃ劣悪なね、まあ今だったらもうと食品衛生法違反みたいな感じで、あの捕まっちゃうレベルの食中毒を起こしたんですけどね、ネズミがなんかその、えー、厨房をですね、走り回っていて、なんか黒いだ、黒、黒、 黒い大福と白い大福、白あんと黒あんの大福で、黒あんを食べた人だけ死んじゃったみたいな。えー、で、黒あんにはなんかネズミの糞が混じってて、あのネズミの糞が、まあ、白あんだと目立つんで取り除くけれども、黒あんの方はと取り除かなくて、それでサル,のサルモネラ菌中毒になって死んじゃった。44人も死んじゃったんですよ。戦前の事件ですけどね。最初そのテロとかですね、毒物混入が疑われたんだけれども、食中毒だった。 っていう話なんですけど、あの、もう、ほんと食中毒ってやばくて、あの、ちゃんとしたその衛生管理っていうのをやっていれば、全然問題ないんですけれども、あの、ちゃんとした衛生管理ってやっぱ難しくて、そういったものをですね、あの、食品衛生責任者の講習とかで、あの、受けたりとかするんですけれども、まあ、真面目に聞いてねえやつ多いよね。なんか講習だから、試験があるわけでもないから、あの、 結構適当にやってるんですけど、日本はやっぱり飲食店はすごく強いんで、あの、食品衛生法って割とね、世界的に見るとすごく緩いんですけど、まあそれでもやっぱ昔に比べるとかなりその食中毒に対する意識っての上がってきたんでね。だからなんか、あの、添加物を気にする人って、なんか、 例えばコロナ対策でなんかアルコール消毒とかやるじゃないですか。ああいうのとか全然気にしないし、気にしないのになんか知らないけどワクチンは嫌だとかね、食品添加物は嫌だとかですね。ほんと意味わかんないよねあの。例えばあとナチュールワイン。前もこのね、あの、オレモンチャンネルで言いましたけど、もうナチュールワインとかクソでしょ。マジで。ほとんどのナチュールワインって腐ってるよね。腐ってるっていうか、なんか酸っぱいよね。 なんか、美味しくないよね、正直。だから、ナチュールって言ってるだけで、なんかその人信用でき、な信用できなくなるもんね。うん、アリューサイエンっていうですね、食品添加物が、なんか体に悪いとか言うんだけど、ほとんどのワインに入っとるわ。<laughs> アリューサイエン。そもそも酵母菌が出すからね、アリューサイエンは。だから、あのー、普通に自然、 に、その、ワインを作る過程でアリューサイエンって、あの、出るんですよね。低濃度ですけど、出ちゃうんで、えこれが、あ、ワインの保存に役に立つんだと。えー、防腐剤ですね、いわゆる。防腐剤に、あの、あ、役に立つんだっていう先人の知恵でアリューサイエンを転が、じゃあこれ添加した方がいいじゃんっていう、あの、簡単に工業的に作れるんで、アリューサイエンって。で、そういうものをみんな忌避するよね。 なんか、オーガニック思考の人って、そういうのみんな嫌いだよね。ほんと意味わかんないよな。まあ、科学的でないよね。で、科学的でないのはかっこいいとか思ってたりとかするから、さらに始末に追えないんだけど、まあ、知能が、知能レベルが低いんだよね。でもね、後偏差値の人でもね、そういうナチュール思考の人いるんだよね。もうでも、ナチュールワインのお店とかって言ってるだけで俺ちょっと、えー、って思うもんね。なんか。 またこの人たちが頑固でね、あの、ナチュールは意味ないよって言っても、あの、みんな聞かないよね。うん。あと、なんか、和牛なのにグラスフェットとかね。クソだよね。<laughs> うまいわけないじゃん、<laughs> そんなの <laughs>。あの、普通に、例えば、計算牛ってね、あの、もう、子供、 あの出せなくなった母牛をですね、あのその後、肥育して、えーまあ、出荷したりとか、美味しいお肉にして出荷したりとかするんだけど、あのー、ね、某ハンバーガーエアがあのー、800円ぐらいの和牛バーガー出して僕が前ね、あのー、このホリモンチャンネルで大批判した、この間そこのメーカーさん、うちの和牛マフィアに食べに来てて、 いや堀江さんにやられちゃいました。なんていうふうに言われたんですけど、やっぱ800円で和牛バーガー出しちゃダメよ。ほんと。計算牛を安く買い叩いて、もう買い叩くって行為が最低だよね。って僕は思う。なので、いやモスバーガーさんちゃんと高い和牛バーガー出してほしいですよね。ちゃんとした肉を使って。買い叩かずにね、やってほしいなと思います。次はやっぱりね、2000円か3000円ぐらいの和牛バーガー出してほしいな。 なんなら和牛マフィアとコラボさせてください。うん。和牛の価値を上げていきましょう。で、要は、えー、っと、母牛はね、あの、いわゆるグラスペットなんですよ。あの、肉として出荷しないんでね。あの、健康な子供をあの出してくれりゃいいんで。 あの、まあ、コストがかか、まあ、要はグラスペットコ、ココストかかんないですよね。だからコストがかからない、そのトウモロコシとかそういうのとか、そう、穀物をね、食べさせるとコストかかっちゃうんで、ハワウシってコストあんまかけないですね。だからグラスペットなんだけど、グラスペットのまま出荷しても美味しくないんで、計算牛って基本的に肥育するときに穀物与えるんですよ。そうしないとお肉美味しくならないですね。で、和牛のやっぱり特徴ってサしじゃないですか。 え、刺しった油ですよね。だから油って、油分ってやっぱり穀物なんですよ。美味しさを作るのは。だから吉野家の牛丼がね、あの、BSE で、えー、アメリカの牛が入ってこなかった時期、豚丼、豚丼作ったでしょもう牛丼はちょっとうちは出せませんって言って、すごい潔いと思ったよね、吉野家さんは。吉野家さんは、ネブラスカ州産の、あの、コンフェットの、えー、牛の、その、えー、バラ肉ですね、えー、しか使わないんですよ。 はい。なので、そのこだわりがすげえなと思って。で、あの、アメリカだとね、そういうバラ肉ってミンチにしてハンバーグになっちゃうから、安いんですよね。で、その安いバラ肉を、えー、まあショートプレート、ね、っていうところなんですけれども、それを輸入して、ネブラスカ州産のコンフェットのショートプレート、えー、バラ肉をですね、えー、輸入して使ってるんですね。 あこのこだわりはすごいよなと思います。まあ、あつまり、あの、和牛は、その USB 風よりも、油が、その刺しとして、肉の中に入ってるのが特徴なわけで、それが美味しさの源なんで、えー、いい、ね、餌を与えて、それがお美味しさにつながるんですけど、グラスフェットの牛って、臭くさいよね。<laughs> 油が臭くくなっちゃうんで、美味しくないんですよ。美味しくない牛をこれがオーガニックでいいんです、体にとかって言って食ってる馬鹿が多い。まあだからこれも全部同根。ね。このマフィン事件もですね。だからマフィン事件はマジで殺人につか、つながっちゃうからね。本当お前らちょっと反省しろよ、マジで。オーガニック進行のやつら。ああ。保存料使え。砂糖普通に入れろ。ということで、行ってらっしゃい。 ということで、ですね今日のニュース解説なんですけれども、宝塚歌劇団のですね団員さんが、えー、自殺をされたこと、これに対して、空組のね、えー、方らしいんですけれども、えーまあ、上級生にいじめに遭ってたというようなあ、えー、訴えがまあ遺族からなされて、ですねそれに対して調査委員会を立ち上げて、調査結果の報告が昨日、まあ、ありました。で まあ、結論として、その調査委員会は、えーえー、からの、ね、調査報告書を見てですね、えー、その理事長の人とかがですね、えー、過激弾のいじめはなかったと。ただし、長時間労働によって精神が縛まれた可能性はあると。えー、さらに、えー、言うとですね、えーまあ、ヘアアイロンを押し付けられたというふうに主張していたんですが、それは、まあ、よくある話であって、いじめではないと。 自分で教えてたんじゃないかとかとですねいろいろ、まあ、そういったあの、まあ、ちょっと遺族からするとですねちょっと心ないなと、えー、そんなにそのいじめいじめって言うんだったら証拠を出せというふうに、えー、じなんか今の理事長はあの離脱というか辞任するらしいんですけれども新しく理事長になる方がですねそういうふうな。 まあ割とちょっと暴言っぽいことを吐かれてですね、ネット上大炎上の状況になっております。まあさすがにその、いじめで死人に口出しなわけですけれども、死人に証拠を出せっていうのもですね、まあひどい話だなと思って、まあそういう体質の組織だったんだろうなと。まあだからある意味ジャニーズの記者会見よりもひどかったんじゃないのっていうような言葉もあるぐらいですね、今回の件。 非常に問題になっ言うとですね、えー、ヒアリングした人たちのうち4人がです、ね、ヒアリングを拒否したということで怪しいんじゃないのそれみたいな話子も、えー、出てくるんじゃないかなと思います、えー、つまり4人には聞き取り調査を行わなかったということでこれはちょっと不十分な調査なんじゃないかというような声もたくさん上がっております えー、ということでですね、宝塚歌劇団全体がですね非常に不信感を持って、えー、今回捉えられてるんじゃないかなと思いますあのネット情報を見ていくとですね、宝塚のまあ熱心な塚ファン的な方々もですね、えー、空組の、えー、東京公演を強行するらしいがやめた方がいいんじゃないかとかですねそういった意見も、えー、ちらほらと挙げられております、えー、これ、ジャニーズの問題と比べて何がさらに問題かというとですね、これ あの、宝塚歌劇団といってなんかこう独立したなんかその劇団があるみたいな感じに思われるかもしれませんが、これ、阪急電鉄っていうのは鉄道会社があるんですけれども、この阪急電鉄の一部門なんですね。エンターテインメント部門えが、この阪急電鉄のエンターテインメント部門がですね、この宝塚歌劇団になっておりまして、 かなりのね、利益貢献で、まあ、数十億から100億ぐらいのですね、まあ年によると思うんですけれども、少なくとも数十億の利益貢献をする、非常に儲かっている事業なんですね。で、上場している会社で、阪急阪神ホールディングスという、阪急電鉄と阪神電鉄が合併したんですね。これ、古くは村上ファンドがですね、阪神を買う、買収するなんてね、 で阪神球団のファンにもう袋叩きにされたっていうですねあの超炎上事案があったわけですけれども最終的に村上ファンドが阪神の株をかなり持っていてこの部分どうやってこれ決着するんだということで阪急電鉄と合併することによってですね阪急阪神ホールディングスが生まれたとそういう,ふうな経緯もございます。なのでですねこれ決算、ね データね、あの、当然、あの、当初プライム上場なので、えー、公表されておりますが、えー、エンターテインメント部門という、えー、くくりになっております。まあ、主に鉄道事業だったり、不動産事業だったりですね、えー、いくつか事業がある中の、まあ、一つの大きな柱が、このエンターテインメント事業になってます。まあ、あの、年にもよるんですけれども、15%ぐらい、ね、えー、12%から、まあ、17、18%ぐらいですかね、ぐらいの売上比率を、はいえー、占めていて、 えー、このエンターテインメント部門だけでですね、年間200億とか、えー、多い時はですね、利益が上がる。これは実は大きく、その、エンターネット、スポーツに分かれておりまして、このスポーツの部分は皆さんご存知のとおり、阪神球団ですね。で、阪神球団も250億とか、うわあ、じゃあもっとか、300、300を超えてますね、350億とかですね、売り上げ上げていて、えー、数十億円。 からまあ100億近い利益を叩き出す非常に大きな収益部門になっております。えー、なのでですこのエンタメスポーツとですねこのえ宝塚阪神と宝塚で結構なもう100億を超えるようなですね利益を叩き出す阪神阪急トールディングスにとってはですね非常に大きな収益源になっておりましてまあこちらのねあの部門がコンプライアということでコンプライアンスケースということで上場企業としていかがなものかと。 まあそういった意見、まあ皆さん多分知らないと思うんで、その、上場企業の一部門だったんだ、宝塚ってっていうふうにもしかしたら思われている方々もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ええー、まあそういったこともあってですね、より厳しい目で見られるかもしれませんし、まあ今後ですね、こちらの会社の株価とかにもですね、大きく影響を与えてしまう、ええー、一つの要因になるんじゃないかなと、そういうふうに懸念しております。ということで、今日のニュース解説はこの辺で終わりたいと思います。どうもしたい ハロー YouTube! 今日はですね、三木谷博士さん、えー、楽天の社長の三木谷博士さんがですね、NTT 法の廃止、えー、そして NTT 株政府保有分をですね、えー、売却して、えー、完全民営化することに対して反対している、えー、これについて解説いたしたいと思っております。えー、今ネット上ですね、NTT の広報室がですね、この三木谷さんのポジショントークに対してですね、えー 完全にこう、真っ向反対というか、あの、非常にまともな、ああ、言説でですね、えー、こう、特とというかですね、粛々と、えー、リップを返しているところが非常に面白くて、えー、結構話題になってるんですけれども、えー、税金で、えーね、えー、ね、作られた光ファイバーも、これをですね、完全民営化して、自由競争の世界にそんな、 あの、重装備でですね、来られたら民間企業はたまったもんじゃねえ、みたいな、えー、こと言ってましたけれども、えー、NTT、まだ、天然公社だった時代にですね、まあ、つまり政府の100%公会社ですけれども、だった時代に、えー、作られた光ファイバーほとんどございません、とかね。なんか、あと、その、まあ、 政府が保有している分は国、まあ、つまり株主の財産であり、しか、えー、ということはつまり政府の財産、国民の財産であると、えー、いうことでそれを売却してですね、税金の代わりに使うというのはですね、非常にリーズナブルというか、ちゃんとしたことであるとかね。非常にまっとうすぎるまっとうな反論をしていてですね、ちょっとつい、あの、笑みが漏れてしまったんですが、えー、まあ、 まあ本当に非常に正論でございます。はい。あの、まあ要は、えー、他のキャリアからするとです、ね、まあもちろんだから光ファイバーとかもそうですけれども、ええー、例えば携帯電話回線とかですね、えーまあ、そこがまあ主戦場になってるわけですが、まあ各社実はですね、光ファイバーとかをですね、光ファイバーを曲がりして、えー、リセールしてたりとかもするので、えー、まあ要は MVNO 的に、えー、回線やはりその、 え、携帯電話回線と同じで光ファイバー回線もですね、NTT、あの、ある程度ですね、その解放を義務付けられている部分があるので、あの、そういった意味で言うと MVNO、まあ、ホリエモバイルとかホリエの Wi-Fi もそうですけれども、MVNO って法的に、その、携帯、MNO ね、携帯電話キャリアがですね、え、それ以外の会社に対して、 自分たちと同じ卸し値で卸ろさなければいけないよというルールが法律で決まっておりますので、実は格安キャリアをですね、やるのにわざわざ MNO で参入する必要はないんです。だからここの部分も実はみんななんか騙されてるんだけど、要は MVNO ですでに自由競争できるインフラを作ってるわけで、単純にそれは政府の広報不足もある MVNO って制度がありますよと。 え、いうことをもっと僕は総務省とか言っていかなければいけないと思うんだけれども、これ、だ変わんないですよ。だって、同じ土管使ってんだから。同じ基地局と同じ土管を使って、ソフトウェアで制御してるんですから。あの、ホリエモバイルだってそうですよ。その元になってる X モバイルが、え、ドコモとか、あ、au ソフトバンクと契約をして、そこから下ろしてもらってるんですか。同じ基地局、同じ電波を使ってるんですね。しかもキャリアアグリゲーションも使えるわけです。っていうような状況で、 単純にそのバックボーン回線の容量だったり、各基地局に行くその土管をどれぐらい使うのか、光ファイバーのえー何割を使うのかみたいなところを契約してるだけに過ぎないので、物理的には同じですよ。なので、あの、そういった MBA のキャリアのですね、付加価値の付け方とか、コスト削減の努力とかですね、当然やっぱり NTT ドコモとかの方が全然人件費も高いし、 その分ですね、人を減らして、えー、安くするとかですね、いろんな工夫をして安くすることができるわけで、あ,あとそのインフラもね、作ってないですからね、MVNO は。なので、そのインフラの焼却コストとかも削減できるわけで、まあそういう意味で,でもですね、あの、まあまあそこもか、かもちろん考慮して、おろし値は決められてますけどね、えー。やっぱりその大企業よりもですね、給与水準が低いとかですね、いろんなことがあって MVNO が安くなる理由はいくらでもあるわけですね。 なので、その、我々が、例えば、三木谷さんが、楽天が参入して、携帯キャリアが4社になることで、え、料金が下がるんだっていう主張はですね、ある意味間違ってんだよね <laughs>。MBNO でできんだから。しかも楽天モバイルって MBN、NO、やってたじゃん。ていうか、今もやってんじゃん。っていう話なんですよ。だから、わざわざ MNO をなんでやるのか。 これはだから、いつもの三木谷さんのポジショントークで、あの、先日ですね、元 NTT ドコモの夏野さんとお話をしてたんですけれども、彼がもうずっと前から言ってるのは、ソフトバンクが新規参入した時に、えー、約3分の1の試合になるまで、え、ソフトバンクはね、値引きとか、あ、出下げ構成をしてくるが、3分の1が見えてきたらやめて、えー、他のキャリアと競争しなくなるよって言ってましたけど、おっしゃってましたけども、その通りになりましたよね。 で、その間に MVNO とかの枠組みができて、実は結構頑張って MVNO の会社、IIJ とかですね、まあ楽天モバイルもそうですけど、やってたんですよ。なのにもかかわらず、ここで、北西さんがなんで参入してきたかっていうと、菅さんが、ね、菅総理、まあね、あの、官房長官の頃ですかね、あの、m n o 一社増やすというふうに言って、電波を割り当てるということで楽天モバイル、これはチャンスだと思って入ったわけですよ。 夏野さん10年かかるって言ってましたけれども、まあソフトバンクはね、あのソフトバンク球団が持てたとか、あるいはそれによって知名度が上がったりとか、iPhone。まあ iPhone 実は実質的な縛りはなかったんだけれども、NTT ドコモが1500万台コビットとか言われて、あの、ひるんだ隙にですね、1年間から2年間の猶予があって、その間にソフトバンクって回線をめちゃくちゃ獲得できて、 え、シェア3分の1近くまで持っていくのに、そんなに時間かかんなかった。数年でできたんだけど、まあこれ普通に何のアドバンテージもないところで戦うと10年以上かかるよねっていうのが、えー、夏野さんの弁でしたけれども、まあまさにその通りになるだろうなと思います。え、つまり何が言いたいかっていうと、携帯の電波、4社目の電波がもらえたんで、ここはだって、スマホも同じ回線のまあ基地局のまあ、 設備とかも同じなんで、まあ、つまり、差別化要因って基本的にないんですよ、インフラ産業って。なので、収益均衡理論といって、3社だったら3分の1近くまでで落ち着くし、4社入ったら25%近くになるとですね、均衡していくと。まあ、だから、だってどこを選んだって基本的にはほとんど変わんないし、料金プラも。 基本的にはそんなに大きく変わるわけがないので、もちろんだからそのシェアを上げ,上げていくときにはですね、ゼロ円プランとかいろんなその割引,割引プランを出していくわけですけれども、当然シェアが均衡して20%超えるぐらいになったら楽天だって、まあ、他のキャリアと同じになるわけですよ。ということで、料金が安くなるっていうのは嘘。 あの、短期間ね、あの、数年は安くするかもしれないけれども、その後は元に戻るんで、結局別に得なことはないんですよ。MVNO に入った方が全然得なんですよ。まあ、この辺がだから巧妙な嘘なわけですよ。日本の国のために携帯料金を下げなきゃいけないんだって、菅さんはそう思ってるかもしれないけど、三木谷さんはそんなことない。商売人なんだからさ。そんなこと思うわけないじゃん。だからそこをまた NTT、ね、NTT に今ね、あの、自由競争されたら困るんで、 特に楽天モバイルが一番困るんで、まあ、あのね、ソフトバンクの宮川社長もね、応援コメント出してましたけど、もちろんソフトバンクも困るわけです。だから、それは当然 NTT どこも牽制しなきゃいけないんで、NTT 法廃止、反対っていうのは、まあ、普通に上場している商売をやってる会社の社長としては、至極くまっとうなことを言ってますが、その三木さんが、俺いつも思うのは、これ国のためだとか国民のためだとか、利用者のためだとかって嘘を言うのが嫌なのよ。 なんでそんなこと言うのうちだの儲けのためです。楽天これやられたら潰れちゃいます。でいやいいのに本音を。そこをなんかかっこつけて嘘を言っちゃうから、嘘というか、なんか方便みたいな。なんか、そういうことを言っちゃうところが、俺はちょっと何なのって思う。なんか、まあ、 球団の参入の時もそうでしたけど、その必死こいて、まあ楽天ね、十二球団の中の一社,い一社に入れたじゃないですか。で、その後、僕 DNA がね、あの、モバゲーとかで当時、あの、グイグイ行った DNA が、あの、横浜ベイスターズ買収して新規参入すると、言った時に一番反対意見言ってたのは楽天ですからね。だから、そういうとこなんだよな。なんかこう、 自分はこう、なんかこう、新世代を切り開くとかですね、新規参入をして世の中を良くするとかって言っときながらですね、ライバル社が入ってきたらですね、平気で排除するっていう、なんかこう、建前と本音みたいなものがですね、こう、なんか変な感じになってるっていうのが、なん、なんとなく、なんでそんなことするんですかっていう。その上で、しかも MVNO から、まあ、MNO に参入して、まあ、会社存亡の危機みたいになっちゃってる。 えー、まあ、この状況っていうのは、まあ、当分、まあ、大変な状況とは続くと思いますけれども、まあ、NTT 法が改正されて、まあ、これね、防衛費の増額というか、に合わせてですね、その財源確保のために NTT 株を売却する。まあ、そういうお話なんですよね。ということで、えー、三木谷さんが言ってることは基本ポジショントークだと思いますんで、あの、立派な、立派そうなことを言ってても別に信じない方がいいんじゃないかなと思いました。ということで、いってらっしゃい。 ハロー YouTube! ということでですね、今日は、えー、江戸城再建について、えー、解説していきたいと思います。えー、最近テレビ番組で菅前首相が、えー、江戸城再建について、言及したということで、にわかに話題になっておりまして、実は私もですね、江戸城再建というですね、えー、漫画ですね、えー、こちらを何年か前に読みまして、こちら紹介したことがあるので、私の話題まで、 え、それに便乗して出ておりましたが、まあ、NPO 本陣がありまして、江戸城を再建する会みたいなのがあって、あの、まあ、本当は東京オリンピックに間に合わせたかったみたいな話なんですけれども、江戸城西の丸ですかね、えー、今、あの、天守台といって、天守がもともとあったところですね、そちらの方にその基礎が残ってたりとかして、観光スポットにもなってるんですけれども、まあ、こちらの方に江戸城を再建しようと。 え、いう話になっております。で、5階建て木造で、あの、考えられているようですで。あの、一応日本の木造建築のですね、レギュレーションで言うと3階建てまでになってるんですけれども、特例を、えー、特別の許,許可を得ればですね、5階建てでも可能であると。で、またですね、この、再建にあたって木材はですね、ヒノキを使うと。で、ヒノキっていうのはですね、あの、戦後、えー 戦災復興でですね、住宅需要が高まるということで、杉とかヒノキの新葉樹林がですね、いう樹林を伐採してそこに新葉樹林をどんどん作っていっても、日本中、新葉樹林だらけになっちゃって、えー、そしたらですね、安い輸入木材が入ってきて、日本の木材使われなくなっちゃって、えー、もう本当に光合成もしないようなですね、100年、もう,もう何十年選手みたいな、えー、ヒノキとか、あの杉が、ね、できてきて、さ、ま、ら、あ、にその花粉症の原因にもなってるということで、 えー、何とかしなければいけないっていうのもありまして、何千本も使うんですけれども、えー、非常にそういった、えー、使われないですね、ヒノキなので、えー、値段も安いと、えー。価格も安いし、そういった杉ヒノキの花粉症ですね、の防止にもなる、えー。しかもですね、これ木造建築が忌避されている理由というか、あの、明暦の大化というところでですね、実は、1650年ぐらいですかね、52年から、えー、ぐらいにですね、えー、江戸で、まあ、大火事があったわけですけれども、 四、えー、代将軍、家綱の時代ですかね。で星名正行さんというですね、これは、だから、えー、秀忠た家康だって、えー、どっちかの子供かな。えー、で、四代で合図の藩主だったんですけれども、まあ補佐役としてですね、江戸をまあ率いていた彼が英断を下して、もう天守は作らないと。戦国時代も終わりまして、えー、わざわざその派手な、えー、城の天守を作る必要はないだろうと。また火事で焼けたりとかするんで、まあお金も無駄だろうと。 そんなことだったら、江戸のね、町屋を再生させるところにお金を使った方がいいと。まあ、これ当時としてはもちろん英断だったと思いますけれども、え、その後ですね、え、まあ、城っていうのはやっぱり日本独自の文化なので、まあ中国とか、あの、朝鮮半島とかにも全くないような日本式のお城というのはやっぱりね、これね、観光資源としては非常に大きいんですね。これ僕びっくりしたんですけれども、記事読んでたらですね、あのー、 松下幸之助さんもですね、1960年代ぐらいですかね、に観光、日本は観光立国にすべきで、えー、なんていうね、お話をしてたりとかするんですけれど、まあ観光立国の上でですね、大事なのがお城なんですよ。 日本式のお城っていうのは、ただこれ、千九えっ、ー、とね、昭和3四4 0年代ぐらいにお城の建設ブームがあって、えー、その時に結構なお城が、例えば小倉城とかですね、そういったところは再建されたんですね。ただ、基本的には鉄筋コンクリート作りになっておりまして、その、昔ながらのっていうのはなかなかないんですね。あとはその、まあ、元々の城を忠実に再現してるわけではなかったりとかするんですね。で、江戸城に関しては資料も残っておりますので、これ忠実に再建をすると。 で、まあよく言われるのが、皇居を見下ろすじゃないかと、誤解立てだと。だけど、だけれども、これもともとですね、天守はですね、えー、皇居の方、なんか、あの、そっちの方は、なんか、カバーがされてるというか、あの、窓が開かない仕様になってたりとかするらしいんで、まあそういったところはですね、そういうふうに工夫すりゃいいんじゃないのっていう話もあるので、まあなんで、ね、過激な思想というか、極端なことを言う人はもう、 いや、天皇陛下はもともと京都に住んでいて、京都の京都古書に住んでいて、えー、東京にはですね、あの、明確に戦闘、法的に戦闘した事実はなく、ただただ東京に行行してるだけだと。仮住まいだと。皇居はあくまでもか仮住まいだなんていうね、説もあったりして、いや、天皇にはもう、京都に帰っていただいて、 え、皇居は観、観光施設にしないんじゃないかみたいなお話もあります。まあそれはそれで一つの、まあ見識だと思いますけれども、本当にあのセントラルパーククラスのですね、素晴らしいこう自然お堀って、お堀はあるのに天守がないってやっぱりなんか、ね、あの、ちょっと寂しいじゃないですか。で、その建設費がですね、まあ350億から500億ぐらいでできるというふうになってるんで、これはね、僕ね、普通に ま、クラウドファンディングとかでも集まるんじゃないのっていう投資型とか不動産型のクラウドファンディングとかでも全然集まる額だと思うし、資金調達全然気にしなくていいんじゃないかなと。で、入場料収入とかですね、いろいろ様々な観光収入で僕は全然ペイすると思いますよ。あの、東京タワーって、要はスカイツリーが出てきてからもう地上波の電波とかも出さなくなったわけじゃないですか。まあ、もちろんバックアップ手段として残すみたいなのあるのかもしれないですけれども、 ええー、まあ、今やっぱ東京タワーってやっぱすごい観光施設だよね。日本に来たら、パリに行ったらエフェル塔に行くのと同じで、日本、東京に来たらやっぱりね、東京タワーですよ。登ってみたいですよ。しかも美しいじゃないですか。絶対江戸城できたらめちゃくちゃバズると思いますよ。そこめがけてみんな来ると思いますよ。えなので儲かると思います。これ実はですね、東京タワーって公共施設じゃないんですね。 これ実は産経新聞社の元オーナーの前田さんっていう方がいらっしゃいまして、産経新聞ではもともとですね、関西系の経済新聞だったんですね。産業経済新聞社ですよ。東の日系日本経済新聞社、西の産経って言われてたんですね。要はもともと経済史だったんですね。産業経済新聞社っていうぐらいですから。それは登場作戦と言って、東京に進出をして全国紙になると、えー、言った決断を昭和30年代にしたんですけれども、その、 象徴として、えー、これからテレビ放送が流行っていくだろうと。日本電波塔って会社を作ってですね、その産経新聞の登場作戦に合わせてですね、その前田さんという人が作ったっていう話でございまして。あのー、日本電波塔はですね民、もう最初から民間資金を使って作られていたわけですね。だから350億回、500億ぐらいの資金であればですね、全然民間調達できると思いますので、 土壌再建というのはですね、僕は素晴らしいプランなんじゃないかなと思います。私もできたらですね、登ってみたいなと思いますもんね。えー、ということでですね、土壌再建、僕はめちゃくちゃ応援しますので、なんか僕は役立つことあったら誰か言ってくださいということで、えー、今日はコメントやりたいと思います。行ってらっしゃいハロー YouTube! えー、今日はですね、スペース X の新型開発中の宇宙船、スターシップがですね、打ち上げ失敗したことについて、 え、解説をしたいと思います。え、昨晩ですね、え、の深夜、日本時間の深夜にですね、打ち上げられた、え、スターシップ。え、一段目はスーパーヘビーという、ロケットになっておりまして、え、一段目33機のラプター2エンジン、え、液体酸素とですね、液化メタンを使ったですね、え、エンジンです。あの、IST が、インターステラルテクノロジーズが開発しているのと同じタイプの、え、推進剤を使っております。 え、このですね、えー、ロケット、えー、フルフロー二段燃焼サイクルっていうですね、非常に難しい技術を使ってるんですが、軽量コンパクトに、えー、大水力を発生できる。でも、そのエンジン、さ、一段目に33本も使っているというですね、もう規格外のですね、あの、ロケットとなっております。えー、さらにですね、えー、二段目にはですね、6機、ね、えー、ラプター2とラプター2バキュームっていう、え、6機。だから、まあ、合計30、 9機ですかね。えー、一時になんで39機、合計39機のラプター2エンジンを、えー、乗せてると。で、前回ですね、打ち上げ失敗した一つの大きな原因は、あの、ラプター2エンジンがですね、こう、微小するときにですね、えー、あまりにも、その、なんていうんですかね、ショックコーンっていう,もう超音速のですね、噴射流が出てくるんですけど、こいつが、あの、基礎をですね、打ち上げ上の基礎を破壊してですね、 舞い上がったコンクリートとかにやられてエンジンが何機か止まってしまって最終的に制御が発散して、制御できないような状態になってですね、それで、途中で一段目がもう壊れたっていうことだったんですが、今回はですね、発射場をめちゃくちゃ補強してですね、その後ね、あの、離張した後の写真ありますけど、全然今回は破壊されてないと。 で33機のラプター2エンジンも無事燃焼終了してメイ,ンジメインエンジンカットオフメコっていう、えー、ところなんですけどもこちらまで、ね、行くことが可能にあ、行くことができました。えー、またですね、えー、一番その機体に対して圧力がかかる MAXQ こちらの方もですね、超えてメインエンジンカットオフまで行けたので一段目はまあ成功したと、えー、言ってもいいでしょう。で、次にですね、 えー、ロケットエンジンの噴射を利用して、えー、分離をする、えー、機構、まあ、あまりにもでかいんで、その通常のですね、えー、シリンダーとかエアシリンダーとか使って分離したりとかするんですけど、あるいは火薬を使って、えー、分離したりするんですけど、なんか今回ロケットエンジンの噴射を利用して、えー、分離をする1段目と2段目の分離をしたらしいんですけど、これもうまくいって、えー、エンジンの着火もですね、ラプター2エンジンの着火も、えー、確認され、 スターシップは順調に航行しているように見えたんですが、高度150キロのところでですね、えー、通信が途絶えたということで、まあ、爆発なり何なりをしたんじゃないかというふうに言われていますが、えー、現在それは、えー、今調査中になっています。で、あの、一段目のスーパーヘビーなんですけれども、まあ、今回は回収しないんですが、えーまあ、陸地あるいはですね、ドローンシップにですね、着陸させて、 再利用する、えー、計画なんですが、えーまあ、その前段階として、とりあえずソフトランディングというかソフト着水みたいなことをですね、メキシコ湾に着水する、えー、こういった実験をしようとしてたんですが、えー、うまくいかずですね、空中で爆発をしたということで、 ラプター2エンジンも全部失われてしまいましたと。海の木図に消えていったというような状況でございます。え計画ではですね、そのソフト着水させた後、今度はそのスターシップがですね、太平洋上航行して、ハワイのですね、マウイ島の沖ですかね、に着水する予定、えまあ、そこもソフト着水をね、狙って、まあ、最終的にはその、 えー、滑走路なりにですね、着陸する予定らしいんですけども、安全性を確保というか安全性を評価するためにですね、まずは海に落とすというようなことを考えられてたんですが、それも失敗してしまいましたということで。ただですね、非常に大きな前進をしたと思います。もう、あの、スーパーヘビーはですね、再回収を除けば成功したと言ってもいいような状況まで、えー、持っていけたと思いますし、えー、まあ、 まだまだね、ハードルは高いわけですけれども、とりあえずですね、えー、ハワイ沖までですね、スターシップ持っていければ成功、えー、その次のステップとして、えー、まぁ、あ、軌道飛行とかですね、そういった軌道飛行というか、えー、そういったことをですね、やっていく、礎石になると思いますし、キロあたりのですね、打ち上げコストはですね、大幅に、ハルコン9とか、ハルコン9ヘビーの半分以下に下がると。 いうふうに言われております。あの、ロケット、まあ、宇宙輸送にですね、確信をもたらす、えー、この、スターシップ、スーパーヘビー、えー、成功してほしいなと思いますが、まあ、作るのにね、何、何ヶ月もかかるので、で、飛行許可をもらったりとかですね、えー、その、これも、外でなんかビルを建てるみたいな感じでですね、組み立てを行っていて、すごいですよね。しかも、通常、あの、ロケットの機体って、FR、CFRP、カーボンファイバーと、 えー、アルミ合金とかで作るんですけど、これぐらいのデカさになるとですね、タンクはステンレスでも十分、えー、軽く作れるということで、ステンレスだったら、まあ、あの、溶接とかですね、そういった接合とか、あの、製作も容易なので、あの、ステンレスを使ってるのが、あの、スーパーヘビーの特徴、スーパーヘビースターシップの特徴でございます。 えー、しかもですね、これ、スターシップの方耐熱タイルも使っていて、再,再利用を考えていると,ということで、このスターシップスーパーヘビー両方とも再利用、もう再利用、本当にこだわりまくってる、ね、そういった期待になってると思います。まあ、うまくいくかどうか、まあ、次の打ち上げに期待したいと思いますが、多分、早くても数ヶ月後なんじゃないかなと、と、えー、いうふうに考えております。ということで、今日のニュース解説はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。ハロー YouTube! えー、今日はですね、えー、昨日、 えー、TBS のサンデージャポンでも語りましたが、えー、岸田内閣に何が足りないのかっていう、えー、そういったあの質問があったんですけども、まあ、よくよく考えてみるとですね、あの支持率が20%台になって大変なことになってるなんてね、報道も結構されてたりとかして、えー、まあ、ね、いろいろ揶揄されていたりとか、なんかサラリーマン的な首相だとかですね、いろいろ揶揄されてきておりますが、 まあ私よくですね、議員会館とかですね、あの、政府の人たちとか官僚の人たちとか、最近まあ宇宙関係のあれもあって、よくお話をするんですが、あの、総じて、その政策の実行能力は、あの、実務的ではあるが、まああの、派閥政治みたいな、まあ、良くも悪くもですね、あの、旧来型の自民党の派閥政治ではあるんですけれども、 あの、各派閥の人たちからですね、意見はちゃんと吸い上げて、特に若手の人たちがこうやったらいいんじゃないかとか、ああいうようなことに関しては、非常にあの、自分の頭で一応考えるんですけれども、えー、理解を示して、えー、即実行に移したりとか、バランス調整型ではあるものの、その、ボトムアップの、まあ意見みたいなものをどんどんその、 えー、政策に反映させていくっていうところはですね、ちゃんとやってるという僕は印象を受けております。まあ、ただね、どうも地味、えー、だし、そのメッセージが伝わりにくい部分はありますよね。まあこれまでのその安倍さんとか小泉純次郎さんとか、そういった自民党の政治家が持っていたこう派手さとか、その、えー、ゴリゴリ行くような感じは、まあちょっと受けないかなと。 思ってます。まあ、そこはまず1点ですね。で、もう1つはそのスポークスマンがまあ不在であると。えー、官房長官の人誰だっけみたいな。えー、松野さん,んどんな人だっけみたいな感じで、その、まあ、単純に露出が少ないですよね。ただな、例えば、その、菅さんね、菅さん、菅首相の時は、なんであんな短命に終わったのかって一つの理由として、えー、安倍晋三には、 あの、菅さんがいたけれど、菅官房長官がいたけれども、菅首相には菅官房長官はいないんだと。覚えてますか皆さん。あの、菅内閣の官房長官、加藤さんっていう人なんですけど、多分皆さん顔を知らないですよね。だから、やっぱり、その、その辺が地味。で、地味っていうのは、ね、あの、失礼だとかって言うかもしれないけれども、やっぱその首相のね、スポークスマン、官房長官だと思うんですけど、 これが地味だとね、あのー、やっぱ、懐刀というか、ね、あの、実際に政府を動かしていく、その一番の、その、補佐官というか、でありですね、政府、あの、あの首相の考え方をですね、わかりやすく、その、メディアに伝えていく、そして国民に伝えていくっていう役割、官房長官にあると思いますので、その辺がちょっと、地味だな。 地味だし、全然そのアピールできてないし、なんか喋ってるとかあんま見たことないですよね。だから、ね、あの、小泉純一郎内閣の時は、安倍晋三は、官房長官でしたし、そういったところが、やっぱりね、あの、言語、例えば言語ちょうどね、あの、平成から令和に変わった時は、菅さんが官房長官でしたし、 古くはですね、昭和から平成に変わった時は、あの、小渕さんですね、その後首相になるんですけども、やっぱり、その、いい官房長官っていうのは首相になるチャンスってすごくありますよね。だからその辺、まあ、内閣改造するんだったら、僕は、その、官房長官変えた方がいいんじゃないかなって思います。うん、なんかもっと、もっと人気がある人というか、 もっとそのメッセージ性発信力があるような人たちに、人、人に変えていかないと、その、まあ、やってる政策、いい政策が割と多いんですけども、なんか、消費税、えー、あ、とか、インボイスか、インボイスで、わーっていじめられたりとか、あのー、 ま、増税になるんじゃないかとかですね。いろいろ、えー、ごちゃごちゃ言われたわけですけれども、他にやったらいいこととかも全然アピールできてないんで、あんまりいいことやってないんじゃないかみたいな、もう、これた雰囲気なんで。で、国民って、やっぱり大半は受け身だし、頭も別にそんなに良くないんで、あの、わかるように説明をしないと、え読んだらわかるでしょとか、ホームページ書いてあるでしょうとか、誰も読まないから うん。あの、基本的に分かりやすく、例えばだから、小泉純一郎さんだったら自民党ぶっ壊すとかってね、言ったりしてましたけれども、そういったこう、バカでも分かる、バカでも分かる、う説明が必要なんじゃないかなと思いました。ということで、今日は岸田内閣のね、足りないものについて、えー、ご説明をしました。とろしょい。ハロー YouTube! えー、今日はですね、オープン AI 社、 において、えー、クーデターが起こりましてですねサムアルトマン CEO が解任、えー、されましたがまたそれが元さやに戻る復帰をするというふうなことになっていることに関してですね解説をしたいと思います今回のですねオープン AI の取締役会でですね、えー 彼をその追放するという、ま、死亡者になったのは、イーヤーサツキバーさんというですね、ま、同社のチーフサイエンティストということで、どちらかというとですね、その研究者の方ですね。え、彼がですね、え、どちらかというとその、ま、ビジネス寄りでゴリゴリ、その、え、AGI、つまり汎用人工知能、知能ですね。え、汎用人工知能を実現させるにあたって、ゴリゴリ、え、ま、ビジネスの資金もですね、 ガンガンマイクロソフトをはじめとする資金もですね、投入してやっていこうという、まあ、どちらかというとそっちの方向のサム・アルトマン氏に対してもっと慎重になろうよと。え、もっともっとですね、え、まあ、要は、なんていうのかな。まあ、例えば核兵器作った時みたいにですね、え、とんでもない、え、まあ、倫理的にはちょっと許されないような実験とか、 実際に広島長崎に原爆を落としててもですね、実用化させるというようなことをやってしまった、パンドラの箱を開けてしまった、こういったことへの反省がおそらくあって、汎用人工知能が人間の脅威にならないように慎重に開発すべきだと。 えー、そちらで、ま、溝ができてですね、それで会員に至ったわけですけれども、えー、まあ、外部の役員、そして、えー、その、サツキバーさん、えー、こちらの方がですね、賛成多数で、えー、アルトマン氏を解任したというのが今回の、まず最初の解任騒動なんですが、まあ、その後ですね、えー、ま、いろいろな動きがありまして、マイクロソフトが彼をですね、雇用すると、えー、そして、 えー、アルトマン氏の、えー、解任に反対する署名がですね、えー、700数十人いる、ーまあ、オー OpenAI のスタッフのほとんどがですね、サラ、サム・アルトマン氏のですね、解任に反対するという、まあ、署名をしたことによって、もう大量にですね、その、もう大半の研究者が OpenAI 社を去って、マイクロソフトに移籍するんじゃないかと。えー、そういう事態になって、結局その、まあ、あ みんな、その、さつきばしはですね、自分の思想に従ってですね、ええー、まあ、慎重派が大本を占めるんじゃないかというふうに思っていたのが、あ蓋を開けてみたらですね、アルトマン氏の、ええー、求心力にですね、ええー、まあ、従ってしまったと。まあ、やっぱ研究者として、その AGI、汎用人工知能の、まあ、 もうすでにですね、チャット、えー、GPT-4,GPT-4 の段階でかなりその汎用人工知能に近いものにはなっていると思いますけれども、こちら、これからですね、ブラッシュアップをして消費電力を大幅に下げたりとかですね、いろんなことをしなければいけないわけですけれども、えー、そういったことをですね、えー、やっていく、そう、技術的な好奇心、こういったものに対してはですね、お金を入れなければいけないし、ビジネス寄りのことをしなければいけないし、実現に向かって最短距離で行きたいと。 いうふうに思う人たちが多かったということですね。えー、ということで、えー、まあ、あの、私もですね、詳しいその出資関係みたいなものまでは調べてなかったんで、今回の件で、えー、まあ、調べましたが、 えー、まあ、つまり、あのー、まあ、なんか取締役会とかって言っちゃってるんで、なんか、なんかピンとこないと思いますけれども、オープン AI そのもの、まあ、その本体ですね、そのライツを所有している法人はですね、非営利法人であって、まあ、日本でいうところの NPO みたいなもんですね。で、えー、まあ、そこに、まあ、基本的には寄付金という形で、えー、まあ、 だから日本の NPO 法人だったら、まあ理事がいて、えー、代表理事がいてみたいな感じになると思うんですけれども、まあそこで、えー、解任もさせられる、賛成多数で解任させられると。で、特定の株主は、まあ株主がまずいないと。え、いう、まあその辺も NPO 法人と一緒ですね。だから株主がいないので、基本的には寄付金で賄われてると。えー、寄付金だったりとか、 えー、その、何かの収入ですね。ライセンスフィーとか、そういったところで賄かなわれているというふうに考えるといいと思います。マイクロソフト、まあ、最初のそこの資金の出した実はイーロン・マスク氏だったんですけれども、まあ、イーロン・マスク氏も、どちらかというと、その汎用人工知能が人間の脅威になるんじゃないかと考える派だったので、おそらくアルトマン氏と合わなかった、えー、仲違いをしてしまったんだと思いますが、 えー、まあそういった、まあ今でもそういった発言ね、イーロン・マスク氏はあの AI の脅威に対して、えー、まあ発言をすることが多いわけですけれども、えー、そういうような中でですね、えー、とはいえ金が必要だと、えー。イーロン・マスクもいなくなったし、えー、巨額の開発資金がかかるということで、マイクロソフトどうやって、ま、まあマイクロソフトみたいな会社をどうやって巻き込むのかということでですね、その OpenAI の、えー、参加にある持ち株会社が、 えー、過半数を、まあ、保有する、えー、会社にですね、マイクロソフトが49%出資をして、えー、まあ、あのー、1兆円を超えるようなですね、資金をですね、マイクロソフトが提示をしたあ、提示というか、注入していたと。で、まあ、この会社っていうのもですね、最終的なその完成した、 えー、オープン AI、えー、a i の AGI、えー、汎用人工知能をライセンスすることはできなくて、まあ、それまでの、まあ、つなぎの GPT-4 とか、そういったもののライセンス収入。まあ、これもですね、ある一定の利益を超えるとですね、えー、全部オープン a i のその NPO みたいなところにですね、吸い上げられる仕組みになっていたんですが、それでも Microsoft はこの、 え、テクノロジーが、でリードしたいということで、出資をしてたわけですけれども、今回の騒動で実はマイクロソフトがかかってんのかなと思ったら、全然そんなことはなくてですね、マイクロソフトは何も知らされていなかったし、まあ知らされる権利もなかった。えー、まあ寝耳に水だったと思うんですけれども、だったらアルトマンをうちで採用するよって話になったのはそういうことですね。そしたらアルトマンみんな俺についてくるよということで、マイクロソフトにみんなが行ったらもう、 もっとゴリゴリの営利企業なんで、ええー、その、サツキバーさんがクーデターした意味もなくなってしまうっていうことになったわけですよね。ということで、結局元サヤに戻った方が、まあ、サツキバー氏も多分こっちの方がマシなんじゃないかと。まだ、あの、アルトマン氏をグリップ、多少はグリップできるという話になったのだと、今回の件で確信いたしましたということで、まあ、 うん。あのー、まあ、オープンエア医ある程度、その企業からも独立した形で、えー、今後もですね、その外部役員3名と、どうですかね、そのサツキバスさんが残るのか残らないのか、まあ、ここもまた一つの問題点になな、は、まあ、なってくるとは思うんですけれども、まあ、今後もですね、この汎用人工知能の進化、続くと思います。もう、本当に初期のものっていうのはもう本当に、あの、できていると思いますし、あのー、 実際のその現実世界とのですね、えー、結びつきだったりとか、まあ、もともとね、大規模言語モデルというのはですね、アテンションとていうのをですね、その文章の中にヒントがあるっていうような形になってるわけですけれども、 え、現実世界どこにアテンションを持ってくるのかみたいなのを探すのもなかなか難しい状況にあるので、え、こういったところの、ま、ポジティブフィード、フィードバックだったり、あと、その、LLM の弱点としてですね、その、あの、別の方向のこう、 ちょっと間違ったことをどんどん増幅していってしまう。だから大きな間違いの,あの嘘の答えを出したりとかすることもあると思うんですけれども、そういったところのですね、まあ、遂行的なあ、まあ、ポジティブフィードバックみたいな機能とかですね、マルチモーダル、えー、こういったものも、まあ、あと学習データをですね、よりですね、えー、英米圏だけではなくて日本語とか中国語とか、そういったところにも広げていかなければいけないし、あのー、まあ、 画像映像の識別というか、そういったところの理解。こういったものもですね、マルチボーダル化の中でですね、できていっておりますが、こういったところもですね、よりブラッシュアップしていかなければいけないし、学習データも増やしていかなければいけないと。そうなってくるとですね、やっぱり GPU、そういったところだけでやってるとなかなか難しいので、AI 開発に特化したチップを作ったりとか、こういったところにもなってくると思います。あのー、 まあ、マイクロソフトはね、あの、コードへの、あの、ソースコードへのアクセス権っていうのは、あの、出資のですね、見返りとしてもらってますので、マイクロソフトはマイクロソフトでですね、オ、えープン AI とは,は独立してですね、いろんなことをやろうとしてる部分もあります。えー、こういった形でですね、業界全体が、あまあ、もともとね、Google のトランスフォーマーから始まった、えー、LLM ですけれども、えー、まさにですね、言語を喋るという、 レベルではですね、本当にあの、十分な性能をですね、えー、もう本当人間に匹敵するようなですね、性能を上げられているのも事実なので、あの、今後のですね、まあ、アルトマン氏が復帰したということで、オープン AI の快進撃はですね、当分まだ続くんじゃないかなと私は予測しておりますということで、今日はオープン AI のクーデターについて解説しました。いってらっしゃい。シャイのシャイ。ミュージカル、クリスマスキャロル。 聖夜に起きた不思議な物語新曲追加で見どころ満載生演奏による美しい旋律 LED パネルによる映像美堀江貴文が提案する起きて破りのミュージカル「堀江貴文主演クリスマスキャロル2023」チケット好評発売中